はい、今回からこちらのチラシ使っていきます。これまでに MA マシンを使いまして基本的なセッティングを見直していきましたが、今回から同じ両軸マシンとして、はい、こちら MS マシンを作っていきます。色を分けてみたんだけどどうかな。 MS マシンといえば当然のように MS フレキシブルという改造がありますが、僕の番組の方でもやりたいなと思いまして、今回ではセンターシャーシの加工をやっていきたいと思います。一見難しく感じる改造ではありますが、ひとまずセンターシャーシの加工だけできますと MS フレキシブルマシンは簡単に作れます。あとは加工に使う道具としてリューターがあると作業ははかどりますが、ひとまずこれらの道具が揃っていれば作ることは可能です。それではまずセンターシャーシを裏返しまして、はい、この部分ですね、こちらをカットしていきます。それでいきなりニッパーで切ろうとすると他の箇所に亀裂が入る可能性があるので、ひとまずドリルを使いまして、おおよそで構いませんのでだいたいこの辺と、あとはこの支柱を削らないようになるべく隅っこと、あとは真ん中ぐらいに一つ空いてるといいでしょう。そうしてニッパーでこちら切っていきますと、はい、このようになります。ひとまず整えるのは後にしまして、反対側も同じようにして切りますと、はい、このようにすっきりしたかと思います。そうしたらまた裏返してこの隙間を目安にまっすぐにカットします。ではここでリューターを使っていきます。100均のドリルだと少し厚みがあったりするので、最後まで切り落とさずにここでまたニッパーで持って、やばい、亀裂入った。はい、ニッパーで最後切りますと隙間が最小限で済みますとお伝えしたかったんですが、ニッパーで最後切る際にはくれぐれも注意しましょう。ギア側ですと裏面見た方が分かりやすいかな。はい、この輪郭を参考に、あー怖えな、はい、では加工が終わりましたら断面をヤスリやカッターナイフで整えましょう。はい、これでセンターユニットの加工ができました。意外と分かんないもんだね。もしここまででフレキ難しそうだなぁと感じた場合は、これを逆さにしましてスプリングを乗せてあげますと、はい、サスペンション効果が得られるのと、さらに支柱部分をいくらか切り落としますとフレキシブルとしての効果も得られますので、ひとまずやってみてはいかがでしょうか。最後に支柱部分残しておきましたが、なんだか白強化に限って全く通らないというわけでもないので、こちら紙ヤスリを使いましてくるっと巻いてあげて、あ、ちょっとやりにくいけど、はい、それでなんだか入った風ではあるんですけど、
このあたりに関してはまた前後ユニットを作るときに確認していきたいと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。